大城拓蔵は、沖縄県那覇市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。読売ジャイアンツ所属。2歳年上の兄、正竹と双子の兄、ケンジがおり、3兄弟揃って、東海大学付属相模高等学校、東海大学に進学している。中学までは、沖縄で育つ。中学時代には、大谷秋彦が名誉監督を務める空沖縄でプレー。 一学年上に山川穂高がいた。高校は、賢治と共に、神奈川県の東海大学附属相模高等学校に、進学。123進府都市とバッテリーを組み、第92回全国高等学校野球選手権大会に、出場、チームは、準優勝を遂げた。一学都市下に、田中俊太、菅野武志、渡辺勝がいる。高校卒業後は、 ケンジと共に、東海大学に進学。4年時には、第63回、全日本大学野球選手権大会で4番打者として、優勝に貢献し、最高主君選手に選出された。同年の首都大学野球リーグ戦でも、春秋連続の首位打者を獲得した。大学卒業後は、NTT 西日本に入社し、3年目には、社会人日本代表に選ばれる。 2017年のドラフト会議で読売ジャイアンツに3巡目指名され、11月20日に契約金6000万円、年俸1000万円で入団に合意した。背番号は46となった。2018年、ルーキーながら、田中俊太と共に開幕1軍入り。開幕戦となった3月30日の対、阪神タイガー,アース戦に、代打で1軍初出場を果たすと、 初打席初安打を記録。開幕第3戦となった4月1日の阪神戦では8番、保守として初先発出場を果たす。巨人で、ルーキーが開幕カードで保守として、先発出場をするのは2001年の安倍晋之助以来17年ぶりのことだった。4月8日の大東京ヤクルトスワローズ戦では、山中博から、プロ初本塁打を記録。 6月10日の対埼玉西部ライオンズ戦では、マスダ達氏からプロ初サヨナラアンダを記録。ルーキーながら小林誠二に次ぐ2番手保守として36試合に先発出場し、スタメンでの打率は271、代打としても打率308という成績を残した。オフに1000万円増の推定年俸2000万円で契約を公開した。 2019年は CC メルセデスなどが先発の時にスタメンマスクを被ることが多かったが一塁種としての出場が増加。シーズン中盤戦は5番一塁に定着した。夏場以降は隅谷銀人狼の先線離脱もあって保守としての出番が増えた。109試合に出場し打率2656本塁打、30打点の成績を上げた。オフに 1500万円増の推定年俸3500万円で契約を公開した。背番号が24に変更されることも発表された。2020年は開幕直前の6月3日にチームメイトの坂本隼人と,と共に新型コロナウイルスに感染したことが球団から発表された。6月3日から入院していたが複数回の検査を受けた結果陰性となり、 坂本と共に6月12日に退院。6月19日の開幕戦で一軍に合流した。開幕スタメンマスクこそ小林に明け渡したが、開幕3戦目で小林が故障したことにより長期離脱となり、以降はチームトップの71試合のスタメンマスクを被り、全体では93試合で打率。279本類打41打点を記録し、 打撃三部門すべてでキャリアハイを更新。また課題であった投塁阻止率も前年の172からリーグ3位の342上昇させ、攻守でチームのリーグ連覇に貢献するなど、正捕手に定着し大きく飛躍した一年となった。オフには自身初のベストナインを受賞。12月16日。 1000万円増の推定年俸4500万円で契約を公開した。2021年3月26日の開幕、横浜 DNA ベイスターズ戦で7番、保守で自身初の開幕スタメン出場を果たし、3回裏にシーズン第1号となる3ランを打った。巨人の保守が開幕戦で本塁打を打ったのは1978年の山倉。 和弘以来43年ぶりであった。身長187センチメートルの強権強打の大型捕手で特に打てる捕手としての評価が高い。入団時の監督だった高橋義信からは1年目のキャンプ時から大城の能力を高く評価し、もっと見たいと絶賛されていた。ありがとうございます。